はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ストレスを抱えている人、またはスマートフォンやパソコンをする人におすすめな首のストレッチをやっていきましょう。このストレッチをすることで呼吸がだいぶ深くなります。ストレスを抱えている人っていうのは筋肉が緊張したり呼吸が浅くなったりしてしまってるんですけども、今回の首のストレッチをしっかりすることで呼吸が深くなってよりリラックスした日常生活を送ることができます。たったの30秒です。毎朝お風呂上がり、その2回たったの30秒を行うことで睡眠が深くなったり、頭が回りやすくなったり、リラックスできたり、もうメリットしか正直ありません。ですがデメリットもたった一つあります。首も筋肉です。ですので伸ばすことによってそこの部位があったかくなったり、または人によっては少し違和感を感じる場合もあると思います。もちろん筋肉っていうのはストレッチをすると筋肉痛と同じように症状が出てしまうこともありますから、まあ、今回首のストレッチをすることでですね、首に違和感感じた場合は、まあ、首が炎症している、喉が炎症しているっていうわけでもなく、首の筋肉が伸びているっていうことを心に踏まえて行ってください。ではやっていきましょう。伸ばす部分は首の正面と首の横です。耳から伸びる太い筋肉、その両方と首の正面ですね。ここをしっかり伸ばすことでしっかり呼吸ができます。基本的に現代人っていうのは今までよりも下を向いてる時間が増えてます。確実に。そうすることで首の筋肉は縮まった状態っていうことが普通になってますから、しっかりたまには伸ばしてあげないと気道が狭くなってしまいます。では一緒に簡単ストレッチやっていきましょう。まずはですね、しっかり上を向いて口を開けたままです。上向いて口開けて、そこで口をパクパクパクとしながらここを伸ばしていきます。こういう感じです。アインアインって感じです。これを10回。そして今度はここを伸ばすので、耳の後ろの筋肉が伸びている部分を探して、そこで口をパクパクパク。もし伸びてる感覚ない人は軽く手を肩に置いてやってください。反対も一緒です。耳の裏の筋がしっかり伸びる部分、斜め上ですね、斜め上を向いてここを伸ばした状態、違和感ない人は手で押さえてここをパクパクパクと10回、合計10、20、30、30秒間になります。一緒にやってみましょう。ではまず上向いていきます。10回です。OK、 今度は反対です。斜め上です。ここ伸ばして、OK です。はい、今度こっちです。この耳の後ろ伸ばして、OK です。お疲れでした。どうでしたか？ちょっと違和感ありますよね。これでしっかりね、違和感ない人っていうのは本当にすごいと思います。ほとんど日常生活で下を向いてないのかもしれません。もちろん前向きに上を向いて歩く人はね、いいと思います。で今回でもね、やはりほとんどの方が携帯見てると思うので、通常の姿勢よりも下になってると思います。そうすると首がね、締まって呼吸が自然と浅くなっている、そういった場合になりますので、今のたったの30秒やってもらうことで、めちゃくちゃ息が入ってくる。わあ、すごいすごい息入る、最高。もう目が冴えるし頭も冴えます。これをぜひね、毎朝、そしてお風呂上がりの筋肉が伸びやすいとき、または眠気が来たとき、頭がぼーってするとき、そういうときにやってみてもらえたらと思います。今回簡単首ストレッチの紹介でした。頑張った方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。